ごめんなさい。陽子さんとは付き合えない。なんで？なんでダメなの？いや、気持ちは嬉しいんだけど、僕、陽子さんのことをあんまりタイプじゃないんだ。せっかく好きになってくれたのに、ごめん。笑ってる。嬉しい。ありがとう。え、なんで？今僕、横井さんの告白断ったのよ。別に付き合いたいわけじゃないから。え、かやくんのその言葉が欲しかったの。え、どうよ。気持ちは嬉しいんだけど、横井さんのことあんまりタイプじゃないんだ。え、これ今僕が言ってたやつ。せっかく好きになってくれたのに。え、それどうするつもりで。横井さん、気持ち嬉しいタイプ好き。お、なになになに。え、横井さん、気持ち嬉しいタイプ好き。横井さん、好き。横井さん、好き。好き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 。ちょっと、え、今のどういうこと。私ね、録音した加賀谷くんの言葉を編集してラブソング作って聴いてるの。自分の思い通りに愛を乗せて楽しんでるんだ。え、なんでそんなことしてるの。知りたい。でもそれは知りたいか。何が知りたいか、もう一回ちゃんと教えて。いや、だから横井さんがなんでそんなことしたのか知りたい。横井さんがなんでそんなことしたのか知りたい。横井さんのこと知りたい。ありがとう。勝手に喋らせたのか。嬉しいな。おお、怖い怖い怖い。え、何、ちょっと何や。急にスキップすんなよ。急にスキップすんなよ。あ、やられた、はめられた。急にキッスすんなよ。やめろって。急にキッスすんなよ。ちょっと、急にキッスすんなよ。急にキッスすんなよ。なんか言い方変わってる。急にキッスすんなよ。こんな言い方してねえか。急にキッスすんなよ。ちょっともう、もうやめてよ。もう頭おかしくなるって。あ、それも頭がおかしくなる横井さんとのキッス。もう最悪だよ。最高。もっと言葉ちょうだい。もういい加減にしろよ。何勝手に暴走してるの。そんな曲作ったら、僕は横井さんのこと好きって周りに思われちゃう。そんなことやったら僕許さないから。加賀谷くん、ありがとう。あ、僕が言ったの全部素材だと思って。こいつ、僕が完成したわ。え、何勝手に暴走してんの。そんな曲作ったら、僕が横井さんのこと好きって周りに思われちゃう。やめてよ、もう。そんなことやったら僕許さないからね。おお、早い。え、何、好きが勝手に暴走、そんな横井を許さない。あ、もうすごいよ。どういう編集ビッチしてるの。今すぐやるじゃん。気持ち嬉しいタイプ好き。全部言ってないんだよ、それも。ただいま。もうお腹ペコペコだよ。いいじゃん。いただきます。うわ、横井さん大好きなんだよね。バコンの唐揚げに言ったやつなんだけど。将来の夢、3年2組、加賀谷秀明。いつから録音してんだよ。めちゃくちゃ怖いじゃねえ。ちょっと、僕は将来野球選手になって、僕のバットで横井さんにホームランを決めたいです。最低だよ。それでいいのかお前。横井さん、やめてって。僕の唐揚げだよ。頼むからちょっと止めてよ。やめて。もう何だ何だ何だ。やばいから、それ。ちょっと、やばい。ごめんね、ちょっと。頼むから、ちょっと。よっこいよっこい。